原神公式ラジオテイワット放送局。皆さんこんばんは、前野智明です。この番組は新世代オープンワールド RPG 原神の魅力をお伝えしつつ、勝利の声担当しております前野智明がどこまでも自由で広大なテイワットからお届けするラジオ番組となっております。ということで原神公式ラジオ11回目になります。11回目にして私一人で、進行させていただくという、ね、形になりましたけれどもね、まあ、今までも小賀ちゃんが一人で回されてたりとかっていう回はありましたけれども、今回はねその大役が私に回ってきたということでね、まあ何を隠そう、今まさに、勝利と関羽のね、ピックアップの祈願来ておりますからね、皆さんそちらの祈願の方は回していただけましたか。あーなるほど、ありがとうございます。私もですね念願の破天の槍をゲットしましたよ、ね、ラジオのコメントの方にもあの、ね、勝利や関をお迎えできましたっていうご意見たくさんいただいたっちゅうごって、皆さんねありがとうございます。あのね勝利もそうですしね、あの前回ゲストで来てくださった上田さん演じる関羽も非常に強力なキャラクターなんでね、これを機にぜひ皆さんね、元素爆発をしてみてください、今回はですね素敵なゲストがね、来てくださってるんでね、この後たっぷりご紹介しつついろんなお話をお伺いしていきたいと思いますんでね、最後までお付き合いの方よろしくお願いいたします。ちゅうごってそろそろ始めていきましょう。原神公式ラジオテイワット放送局、本日もログイン。この番組はみほよの提供でお送りいたします。原神公式ラジオテイワット放送局、改めまして原神で勝利の声担当しております前野智明です。では早速ですが、ゲストさんにご登場していただきましょう。今回のゲストはこの方です。ログイン、主人公ホタル役の結城葵です。お邪魔します。結城さんが来てくださいました。やったー、今日に限ってなぜホリエッティがねいらっしゃらないのかってことなんですけれどもね、それは確かに、せっかく主人公たちがね、でもほら我々会えちゃうと終わっちゃうんで、話、まあ、ストーリーがねお互いを追い求めてる話ですからね。そうなんですよ。そうなんですけれどもね、はい、まあ、原神といえばね、あの蛍役で結城さん出演されてますけれども、はい、結城さんもかなりガチリなプレイヤーだと。いやいや、私はあのておりますよ。ほんとね、原神ってどこ撮っても本当映える景色しかないんで、私はもうねひたすらスクリーンショット撮ってます。ちなみに結城さんってどういう媒体で遊んでるんですか？スマホですか？私は PC で、あ、 PC にあのコントローラーを接続して遊んでるって感じですね。そうなんですね。そうなんです。かなりやっぱりやり込んでるっていう噂はあちこちから耳に入ってきますけど、やり込んではない、あのなんか住んではいるかもしれない。テガットに住んでいる。住んではいるかもしれない。正しい言い方ですね。ねでもどのあたりがやっぱあれですか、原神やってて面白いなって感じます？いやなんか、いやあのすごいなと思うのが、うん、あの本当に私はまずこの絵作りがマジで好きで、いや確かに結城さんもかなり多彩な、ね、絵も上手ですし、いろんなお話も考えられますし、あれですけど、やっぱその結城さんから見てもこの絵のタッチとかっていうのは、いや本当になんかそれこそ稲妻が実装された時とかに、もう本当にそのなんですかね、こう和風なこのテイストの世界観がね、奥深さというか、こうファンタジックだけどなんかどこかちゃんとこう見たことのあるものもちゃんと盛り込まれてたりして、なんかその具合が絶妙ですよね。確かにね、まあ、この木の種類だったりとかね、そういうところにもすごいこだわりがありますから
かね。私なんか建築様式だったりとか、あとその武器の持ち方だったりとか、そういうところにもめちゃめちゃこだわりを感じるんですよ。キャラで全然違ったりするからね、モーションもそうだし、構え方とかもそうだし、ね、なんか振り方とかもめちゃめちゃかっこいいし、うん、とかもあったり、あと新しいフィールドのエンカノミアとかは、ね、色彩が少ないのに美しいんですよ、ね、あれ天才の、あれ考えた人マジ天才だよね。天才の絵作りなんですよね。あの2つの世界を自分でね切り替えてね、いろんなギミック解いていくシステムもそうだし、いや本当いいとこあげたらキリがないんですけれども、みたいなのを探すのが楽しすぎて住んでます。わかる。でもそう、最初とかひたすらキノコ拾ってるだけで楽しかった、ね、楽しかった。あとさ、結構俺もやり込んでる方だとは思うけども、これでもやっぱりさ、また空とか飛んでると、あそこの宝箱拾ってないとかさあるんですよね。そんなそう発見がたくさんあるわけじゃない。アチーブメントも全然埋まってないし。そうなんですよ、ね、飛んでる鷹全然撃てない。スクショのおすすめポイントってどこあるんですか。どっかどうかな。でもやっぱり、まあ、最新だと言えばエンカノミアはマジで綺麗。やっぱ後ろになんかエイみたいの飛んでる、飛んでる飛んでる、俺最初あれに乗れるんじゃないかと思いましたよ、ね、落下しました。めっちゃあ、これ足場かスーって商品が落ちてた。あるある、わかるわかる、ブルーンっつってね、ありますけどね、ポワーンって戻す、ね、まあ、キャラクターもすごい多彩じゃないですか、原神ってね、はい、たくさんいらっしゃいますけども、好きなキャラ、ホタルちゃん以外でどなたかいらっしゃったりしますか。それで言うと、私は最初からホタルじゃなくて空をで遊んでたりもしたので、あ、まあ、空はすごい好きだし、うん、あとは最近育てた翔くんはめちゃめちゃ可愛いから、お気に入りでは。翔くんほっとくと苦しみ出すんですよ、待機モーションで。そうね。めちゃめちゃ可愛い。そうだ、ね、大丈夫、それが可愛い。あ、そう、あの心配するか心配になっちゃう。大丈夫、具合悪いのってなるのがすごい好きで、いいキャラですからね。あとはみんな大好きガイアさんとかは、おとなしく仕上がれで有名だね。おとなしく仕上がれで有名ガイアさん、初期からお世話になってまして。そうだよね、使いやすいですよね。そうなんですよね。なんか大体新しいキャラが出てきてお試しプレイができるときに、うん、相棒にガイアが選ばれてることが多い。確かに多いよね、組みやすいからね、どなたでも ねガイアって。そうなんですよね、うん、ガイアの元素爆発次のキャラにも引き継げるから、うん、すごい使いやすくて、そういう意味ではお世話になってたりとか。あとはそれこそ勝利先生はもううちのパーティー大体います。いや、まあ確かに便利なねキャラクターというか、便利な元素スキルとかいろいろありますからね、勝利もね。勝利先生いると石集めるの楽ちん。まあすぐ破壊できますからね、鉱石もね、バンって。でも飛び散っちゃうんですよね。まあそうなんですけど、やっぱ かなりガチ勢ぶりが伝わってきますね。いやいやいや、この間の風の行方のイベントも花森さんとか高橋さんとかホリエッティと4人でおいちゃをつないで、そうなんです、かくれんぼをプレイされてたと。そうなんですよ、あれ結構なんていうのかな、そんなにこうどのキャラが育ってるとかじゃなくても、うんうん、みんなで遊べて、確かに確かに、なんかこう一緒にワイワイできるから。確かにあれまあ、ランダムマッチングでやっても面白いけど、またフレンドとやってもね、全然また違う楽しみ方できて、ね、そうなんですよね、面白いですよね。フレンドとやる方がなんか変な隠れ方できますよね。そう、前々回ですかね、ラジオの方でもやらせていただいた時にすごいやっぱ盛り上がって、はい、俺フレンド本当にいないのよ。俺本当にフレンドは今のところホリエッティとあと関羽役の上田さんしかいなくて、なるほど。このラジオ番組でフレンドを増やしていくみたいな感じになりつつあるから、よかったら結城さんフレンドになってください。もちろんです。だいたい四六時中ログインしてるので、僕もだいたい暇さえあればテイワットにいるんで、ぜひ、ね、よろしくお願いします。まあ、そんなこんなでね、今日は結城さんと原神の深いトークをこれからもしていきたいと思うんですけれども、まあ先日バージョン 2.5 の情報が発表されましたので、そちらにも軽く触れていきたいと思います。まずは新星子キャラクター、八重美子、渋井桜彩音さんが実装と。イエーイ。神の目が雷、武器が放棄、そしてさらに復刻キャラクター雷電将軍と三国宮ここみが登場と。イエーイ。やばくないですかこれ。やばいですね、やばいです。八重美子はね、前々から注目度高いキャラクターでしたしね。そしてイベント三回道あえの祭りを開催と、はい、暗闇に侵食されたエンカノミアを探索できます。また、雷電将軍の伝説任務天下人の章第2幕や八重美子伝説任務千個の章第1幕も解放されると。そして謎のシンボスが
登場するらしいですよ。いやーバージョン 2.5 目白押しですけどね。楽しみですね。いやー雷電将軍と三五宮ここみの復刻も嬉しいですし、ね、八重美子、ね、みんな楽しみにしてましたからね。八重美子ね、そうなんですよね。しかもねこのタイミングでこの伝説任務が来るってことはより八重美子のこと好きになって、そう伝説任務ってさやればやるほどあ好きってなるじゃん。そうキャラ好きになっちゃうから深掘りしてくれるからね。推しを増やされちゃうっていう、そうそれはわかるな確かに、新ボスも気になるね。気になりますね。ねドキドキする。大丈夫かな うちのヘッポコヘッポコ。いや全然大丈夫大丈夫ですよ。頑張る、ねいや俺もちょっとまたいろいろ貯めとかないといけないな、ね、頑張ってねバージョン 2.5 に備えつつ楽しんでいきたいと思います。ではですねここからリスナーさんからいただいたお便りもご紹介させていただきたいと思います。イエイエイ、十字さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、スタッフの皆様、そしてゲストのゆうきさん、こんにちは。こんにちは。毎週ラジオを楽しく拝聴しています。ありがとうございます。ゲストにゆうきさんが出演されると知り、これはぜひとも伝えなければと筆を取らせていただきました。なんだろう。お伝えしたいこと、それは主人公のそらくん、ほたるちゃんのおかげで原神と出会えたことです。きっかけはこの子たち好きそうだよねと友人が主人公2人の画像を送ってくれたことでした。見た目が好みドストライクで進められるがままに原神を始めると、オープンワールドの自由さ、元素反応というゲームシステムの楽しさ、そして続きが気になり考察が止まらないストーリー、ズブズブと沼にはまるのはあっという間でした。そんな素敵なゲームを作ってくださった関係者の皆様、そしてキャラクターたちに素敵な声を吹き込んでくださる声優の皆様に心から感謝を申し上げます。そしてこれは双子推しな私の個人的な願望なのですが、この番組のテイワット体験機コーナーのように主人公の選択肢セリフにもボイスがいつかついたらなと。まだまだ寒い日が続きますが皆様お体に気をつけてくださいということでね、嬉しいお便りでございますね。嬉しいですね。いやでも本当にキャラデザどの子も可愛くて、そう正直最初からあの空とか蛍レベルの、うん、こうなんていうんですかね、子がもう言い方あれですけど絶対手に入るわけじゃないですか。まあまあまあそうですね。そうってなるの本当に嬉しかったですね。どっち選んでも得した気分というか、しかも選ぶ時の選択画面もすごいさ、なんか引き込まれる感じじゃない。本当に攻撃を避けたところでどっちにするかみたいなね。ね、なんか選ぶ時にビュンビュンとかカメラワークが変わって、そうめっちゃかっこいいんですよね。あれもあるんですけどね。確かにでもねこれホリエッティがね結構選択肢でそらくんのボイスで やってくれてたりするんで、はいはい、いつかねそういう機能じゃないですけどね、ね、あったら嬉しいですけどね。やっぱりね、もっとホタルちゃんやそらくんの声も聞きたいってね。そうですね、非常に多いと思いますしね。今は好感度のところみたいなね、あそうちょっとお声を聞いていただく感じでお楽しみいただければいいなと思います。はい、そして旅人ネームゴールデンフィッシャーさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。先日鬼ごっこイベント風の行方をランダムマッチで遊んでいたら、なんとマッチングしたメンバーのアイコンが全員旅人で運命を感じました。すごい嬉しい、ね、普段は足の速いキャラで風の行方遊んでいましたが、こんな偶然二度とないと思い、うん、旅人で参戦。マルチのメンバーも同じ気持ちだったのか、それぞれの旅人で風の行方をプレイすることになり、ハンターのホタルちゃんがお兄ちゃんどこと言うと、レンジャーのソラ君が僕はここだよとコメントの飛び交うとても楽しい兄弟バトルになりました。え、皆さんはマルチで面白かったことや楽しかったエピソードはありますか？ぜひお聞きしたいですと。お兄ちゃん、確かにこれもいい遊び方ですよね。お兄ちゃんを探す旅ね。マルチプレイならではのね、風の行方の楽しみ方でしたけど、探しても探してもお兄ちゃん出てくる、出てくる、出てくる。確かにね、樽になってた時ね、今回オケとかにも慣れたじゃないですか。新しいところが増えてて、なんかオケのまま壁に登って刺さってるみたいな、滑稽な絵がすげえ面白いんだよとか、あとカカシになって軽作層、軽作層でカカシになって崖を登って角に行くとカカシめっちゃ刺さる、刺さってる。 あるよねそういうのね。そう、これ絶対バレないぞとか思うんだけど、みんなそのポイント知っててめっちゃバレるっていう。わかる。面白かったです、ね、面白かったな。 ありますかマルチプレイならではで。どうだ、それこそみんなで遊んだ時とかは、うん、ホリエルがほうほうほう、あれでしたよ、ウェン
ティになってツタに隠れるって、あの変身しないでそのままめり込んでツタになるっていう、緑だからね、緑だから衣装がね、で逆にやっぱ赤い子で参加するとちょっとやっぱ見つかりやすかったみたいで、あのカズハの時とか発見されがちでした。そういうのもあるんだね、だからちょっとあの何でしたね、馴染む感じの色の人に、あとはゆみりちゃんが赤月ワイナリーが当たると絶対ディルックを選んで、ね、あの人んちで何やってんだって言いながら追い回してくるでもそれはそういい、ね、いいなそういうのなんかガイアで、あのその時はあの屋根に登って、あのディルクを煽るっていう、いいね仲間内でねワイワイやれるのもねマルチプレイの良さですからね、俺もねマルチプレイはあの自分の YouTube の方でやらせていただいたことはありますけど、はいはい、やっぱねみんなすごいあの慣れてる方がすごい多くて、はいはい、あのいろんなまだ心もとない時期だったんですけど、自分の装備とかスキルとかも、はいはい、そういうところでみんないろんな方にフォローしていただいて、まあね、あの週一のボスとかもね一緒にやらせていただいたりとかして、そうですよね、なんかねやっぱこういう風に離れていてもね一つのゲームでつながれるって素晴らしいことだなとね改めて思いましたけどね。本当ですね。そして続いて旅人ネームケモミミ最高さんからいただきました。わかる、パーソナリティの皆さん、ゲストのゆうきさん、こんにちは。こんにちは。今回ゆうきさんがゲストということで初めてラジオにお便りを送らせていただきました。ありがとうございます。さてゆうきさんといえばキャストコメントでイケメンとカニを拾いたいと答えたことで有名ですが、皆さんは原神のキャラと一緒にやってみたいことありますか？ちなみに私はディオナちゃんと一緒にまずいお酒を作るための材料を探しに行きたいです。これからも応援しております。いやディオナちゃんとまずいお酒の旅、いやディオナちゃんのデートイベントとか超可愛くて、ディオナちゃんはねお世話になってる方多いんじゃないですか、うん、そうですよ ね、多分シールド貼れるし、なんか、ね、回復もできますしね、回復もできるし、ディオナちゃん可愛い、あディオナちゃんも本当キャラデザがマジで天才だなと思ったのが、いい、ね、あのちゃんと足先がにゃんこなんですよねそうすっごいちゃんとそうね、つま先立ちなんですよ、うん、彼女あれがめちゃめちゃ可愛くて、若いとこまで見てるねさすがに、うん、なんか三毛猫見つけるとわざわざディオナちゃんに変えて、うん、あのスクショ撮っちゃう、あいい、そういう楽しみ方してる方いいですねやっぱりねでも結構いらっしゃるいらっしゃると思いますよ、結構なんかツイッターとかで、うん、あのそれこそあの原神のスクリーンショット上げてらっしゃるタグとかを私はこっそりあの見てますよそうなんですかでも何イケメンとカニを拾いたいと答えたんいや違う、これは説明させてください、ちょっと、はい、弁解したいんですけど、はい、あの当時まだやっぱりそのまだ実装前にちょっとだけテストプレイをさせていただいて、ね、コメントをするみたいな感じだったので、はい、冒頭の本当に浜のところ、はいはいはい、一番最初の、ね、本当に倒れててっていうあそこから始まってるので、うん、やれたことが本当にカニを拾うのと壁を登るのだったんですよだからいやこのゲームでみんなと何したいですかって聞かれて、まだやったことがイケメンとカニを拾う、ね、まだどういうことができるのかって全部把握する前だもんね。そうでも今なら逆にやっぱりすごい増えてますよね、それこそイケメン、ね、イケメンと美しい景色撮りたい、あー最高じゃないか、あの可愛い女の子と美しい景色と言ってる、あそれはわかる、あと最近になってあの動物を、うん、あの自分の壺に呼べるようになったじゃないですか、 あれでなんか動物と一緒に写真撮るのもすごい、うん、あの簡単になってとかして、確かに最近昔鳥とかと写真撮るのすごい難しかったんですけど、うん、そうそれはね置けましたけど、うんうん、かもあってなんかそういうのもできるようになってすごい良かったですよね、私ちょっと弾けなかったけど、うん、新角さんとあの白い鳥とか撮れたい、あね、確かにそういうのもいいですよね、スクショもね、うん、たくさん撮って楽しめますからね、そうなんですよ、ね、カメラ機能がついてるっていうのもねありがたいですけど ねなんかよりエモート系とか増えたらいいなって思います、うんうん、あそれは確かに思いますね、まあね本当に無限大な楽しみ方できるんでね、皆さんもね、うん、ぜひ、原神の世界改めて楽しんでみてくださいということで、はい、たくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございます。引き続き原神をプレイしてみての感想、イベントの感想、おすすめパーティーなど原神に関することなら何でも OK です。ということで今日はですね、ゆうきさんが世界ランク8で、最新のフィールドである塩化の宮まで解放済みということで、はい、今日はですね、まあここ最近登場したボスアビサルビシャップに2人で挑んでいきたいと思います。はい、ゆうきさんもこれすでにもちろん倒されて、あはい、ね、何回か一応なんかこうやって新しいのはとりあえず倒しとこうかなみたいな、わかりますけどね、まあ、そのチームの組み方いろいろあるそうなんですけれども、はいはい、戦闘中にフィールド内にある石柱にアビサルビシャップがよじ登ることがあり、その時に石柱を破壊するとダウンが狙えるということで、はい、石柱石柱を素早く壊せる両手剣キャラや岩元素攻撃のできるキャラがいると、まあ、いいとされているということですけどね、はい、元素エネルギーを減らす、浄和放射
もう撃ってくるので、はい、要注意、はいはい、乗魔放射っていうんですね、あれはシールドも貫通するそうなのでね、うん、回避を頑張ってしていきましょうということなんですけれども、はい、まあ、じゃあやってみましょうか、我々二人で頑張ります、ね、じゃあちょっとアビーサルビシャップの方に挑戦していきたいと思います。はい、はい、ということで、はい、演歌の宮の結城さんおすすめのスポットに立っております。いや、ここ多分皆さんいらした時に綺麗ってなったんじゃないかと。光ってるよ、しかも綺麗。次はどこに行くんだ。本当にすげー、あまりにも美しい。神々しいね。いや本当にここめちゃくちゃ、俺は心奪われるわ。スポットなんですよ、綺麗なんです。綺麗、全然関係ないんですけど、スポットにあのこの勝利先生と奈々ちゃんの後ろ姿が超可愛い。身長差がいい。可愛いよ、可愛い、かわいい、超かわいい。さっきあの勝利先生が隕石を回してる、あの大気モーションで隕石回したじゃないですか、うん、あの時にあの奈々ちゃんに風が吹いてわーってなってて、隕石に襲われてるみたいな、めちゃめちゃかわいい、わーかわいかったんで、いい、ね、面白いね、ぜひ並べてほしい。はい、皆さんもねお気に入りの場所を探してね、たくさんスクショとか撮ってみてください、ね、ください。さあ、じゃあ行きましょうか。はい、アビサルビシャップに、どこだ、真ん中のとこだよね。はい、ここか。私、ナナちゃんの装備大丈夫かな。大丈夫、一回見とく。全然全然、一回見ときますね。ゆっくりやろう。何ついてる、大丈夫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 です、大丈夫です。え、待って、ディルックのが心配。ディルックとナナちゃんで、はい、今日はディルックとナナちゃんで、大丈夫大丈夫でした、大丈夫でした。じゃあ行くか。はい、頑張ります。頑張ろう、行くぞ行くぞ。アビサルビシャップ、アビサルビシャップ。くそ、ここ落下気をつけないとね。最初はここで私タルタリアを、タルタリアを犠牲にしてしまって。いくぞ。あかわいい。あー、苦しいところを見せたな。いや、そんな、だから言ったの、気をつけろ。そんな、このここで事故ったじゃないか、いきなり事故、大事故じゃない。大丈夫、鳥から行きます。あ、やだ、ここに、ここに立ちたくない。はい、砕け散れ。いざ、難攻不落。うわー、氷先生、もういい、やったー、えいえい。あ、お腹柔らかそうで、リシャップの。わめきなさい。ふい、ちょっと回復したらいいです。さあ、いけ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 、ケーブルぞー。うわうわ、近いよ、お前。あ、やめてください、やめてください、ビリビリしないでください、落ち着いて、落ち着かれ、何卒落ち着かれよ。ここにある。ありがてえ、だいぶ回復もらえますね。あ、そっか、ナナちゃんもっと使えばよかったです。いや、だいぶ助かった。ナナちゃんでも、こいつ日本かも。さあ、これあれ、あ、やったガンザン8。よし、やったやった。ちょっと落下事故がありましたけど、冒頭落下事故が。皆さんもあそこ気をつけましょうね。笑っていこう。あそこでね、普段着地するんですけど、ちょっとぼーっとしてたら。どうかな。あ、岩元素ダメージの水筒出ましたよ。あ、本当？やったね。いいな。あ、会心だね。会心だ。この偽ヒレがね、進化が必要な素材なんでね。偽ヒレちゃん。はい。はい、中国って今日はアビサルビシャップと戦ってみました。皆さんもあの落下の際はご注意ください。原神公式ラジオテイワット放送局、はい、ここで原神からのお知らせです。いい、現在テーマイベント花々しき留年が開催中です。
イベント期間中指定条件をクリアすると新キャラクター雲錦を含むリーウェコ星4キャラクター1人や強行専用コスチューム社の遊覧などさまざまな報酬を獲得することができます。まあ、勝利先生のボイスもねたくさん取らせていただきましたし、まあ、あの三倍酔いでね勝利先生とお会いできたっていう方は多いと思いますけどもまあね、なんか他にも僕ねワード取らせていただいた気がしなく信頼でもなんでもねそんな気もちょっとしたりしなかったりするんでねなんかもしかしたらねまたもしかしたらなんかいろんなとこで会える可能性があったりなんかにするんじゃないですかね。なんかね、僕から申し上げられるのはこのぐらいしかないんですけれども俺たちの待ちではまだまだ、そうなんですよ、今回ですね現在開催中のイベント花々しき留年で、縁運成果と東中明英を少しだけプレイしてみようかと思います。はい、じゃあゆうきさんにやっていただきましょうか。はい、実は私まだちょっとこのイベント未タッチだったので花々しき留年に、はい、確かにこれからちょっとこれを撮ってる段階ではまだ割と実装されて間もない時期にねそうなんです収録してますからねちょっとやってみたいと思います。はい、はい、じゃあやってみましょうか。はい、試してみたい、試してみたい。これは東中明英かな。はいはい、東中明英影、こっちは僕のデータでやってるんで僕は一通りクリアしちゃってるんですけどすいません、あの人の人のにお借りして どれからやりましょうか。コーロで、もうこれちょっと答え分かっちゃってる状態ですからね、はいはい、そうですね、あ、そっかそっかなるほど、じゃあちょっとこれでいってみたいと思います、はいはい、どうやってやるかな。これを、まあ、の影みたいな形で、はいはい、そう回して左側 の、うんうん、あのシルエットにそっくりな影にするという、ほう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 、非常に考えた人天才かよっていうぐらい難しかったりもするんですけど、うわ、これでこれをなんとか あの瞬殺でしたね。あ、よよ4秒になってしまった。4秒全然いいよ、もっと俺の記録更新して次も行きましょう。次5、やった、次は5、あれもう簡単じゃないですか。あ、ちょちょちょ、あれちょ、間違えました、こう、全然あ、違う、そう、プレステ5でやってますからね。プレステ5慣れてない方はやっぱりあの罰が決定ですから。いや、ちょっとね、やっぱ最近のあのナウでヤングなものはこうちょっと罰が決定なんだ。そう、まあ、海外仕様というかこれもうじゃあ、あれ船ですよきっとね。はいはいはい、さあこれをどういう風にやれば船になるのかっていうのを、ちょっと、あ、うわー、ぐるぐるしている。これでもまだパーツ一つですからね、まだパーツ一つぐるぐる適当にしてるだけでもそのうち、あ、今なんかでも変人が見えた。あ、そう、そうか、あれちょっと 逆なんじゃない、逆なのか、あ、そうか、向きも関係あるのか。あ、なんだなんだなんだ、できました、お、考えるよねこれね。いや、本当ですね、全然わからなかった最初は。どうなぞ、タコ、やば、なにこれ、おもろ、あれこれでもこう、あ、でもそういうことか、こういう、あ、こ、ん、こういう、これはあれ、細いのが多分下に行くんじゃない、細いのが下に行く、あ、ちょっと待ってね、下、こういうこと、え下あ、ちょっと、おや、徐々に難しくなってきましたよ。あ、ここだって、でもバラバラになったタコそんなタコはない。いや、これそう、左下にさ、あの ゲージが謎解きの進捗度が出るから、あ、なるほど、え、 それの形によってあのゲージがちょっと増えたり減ったりするから、それを参考にすると、長押しで回転方向固定する、あ、そうそういう、あ、そうそれそういうことや、その向きも必要なんですね。あ、このもう一個ぐらいやりますか。もうラストもう一問ぐらいやりました。ラストもう一問、はい、さあ出た、部品二つあるやつや、あ、先生のマークこれはどうかな、先生のマーク6つ、え、先生、え、バラバ、そう、これね、あのね、ええ、これ部品にも動かさなきゃいけない、確か部品を変えるって、あっ、アハン、アハンにってどうやんだ、こうか、そう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 、アハン、あ、でもこれもう結構これで見えてきたんじゃない、はいはい、でもう一回これにして部品、え、待て全体回しつつ部品のにも、あ、そうか、向きがギャ、あ、この向きでよくて、で2を、おーい、来た来ましたねなるほど、はい、いやー、なんか本当に毎シーズナルイベント違うこと考えるのすごいよね、どんだけストックあんだよって感じだよ、本当にね、本当に、はい、そしてじゃあもう一つ縁運成果ですかね、はいはいはい、こちらもやってみますか、やってみようかな、はい、はい、じゃあ一回選択画面に戻っていただいて、僕のボックスから、ボックス、あのアイテムボックス右リュックサックのやつで、あのそれで花火の筒みたいなのがあるはず、花火の筒、あ、それだ、花火の筒、これか、あ、はいはい、
それを配置していただいて、配置して調合かな、調合する、はい、はい、もう全部終わってんだけど、さすが調合する、はい、これをじゃあちょっとやってみましょう、はい、これはね、あの左側の色合い大きさ高さの、うんうん、あのゲージを、はい、あの いい感じにするんですけど、はい、あのオレンジ色のところまで溜めて、なるほど、そうで四角でその調合の技法を選べて、どのぐらい、どのぐらいそのゲージが上がるやつにするかとか、まあ、大きく上げるのかとか、まあ、それによってそのスタミナも変わってくるんだけれど、はい、調合法によってその限られたスタミナの中で、まあ、どんだけ、あのゲージに近くもしくはぴったりにいくか、なるほどっていうやつですね。結構そう、結構火加減とかも変わるから、火加減も変わる、奥が深かった料理なんか、調合する、あ、そういうことか、そう、そういうこと、あーははん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 、あ、でもこうしたらもう一回調合したら高さはいい感じ、いいね、で、これで、あ、それはちょっと大きいのにした方がいいってことか、そういう、そう、そういう風な選び方とか、これいろんなことが、現在の項目を中幅にアップ、これにしてみよう、調合する、お、あ、なんやて、なんやて、思ったより上がらんかったな、せやかてこれにするか、よし、はっ、あ、あはん、あはん、そうね、弱火だからね、今ね、あ、でもこれいいんじゃない、あ、火もなんかもしかして変わるんですか、火はね、その技法によってね、なんかちょっと火の力を上げるとかそういうやつもあったりする、なるほど、あ、これか、ボーナスなし、あ、大幅にアップっていうのがあるのか、そう、でもアップしすぎると思いのほか伸びちゃって、あー、ゲージより行き過ぎちゃったりするから、これどうやって弱火から、猛火調理とかそういうやつ、あ、これか、そういうので上げられたりできる、あー、ちょっと、まあ、じゃあちょっとトライしてみます。え？それで一回バツを押すと。バツを押すと。これで中火に、弱火から中火に上がったから。なるほど。少しそのゲージのボーナスが上がったってことか。なるほどなるほど。でこれで大幅アップみたいのにすればいいってことか。え、やばい。大幅はかな、どうかな。ちょっと中幅ぐらい。中幅ぐらいでいいと思う。様子を見ますか。うん、よし、調合する。おっと、これ難しいところに来たね、あ、これで小幅にすればいいね、そうね、小幅でギエーいや、でも全然大丈夫ですよ、そう、これでまあ完了、なるほど、あ、でも I see I see、 まあでも全然何回でもやり直しできますからね、なるほどね、そうなんですよ、一回調合完了しよう、そう、調合が完了しました、で2915品質ポイント獲得と、あれですね、あのホタルが割に雑だってことがバレましたね、俺もこれ何回もやり直してるしすごい、でもマジでぴったりにしたるんですね、そしたらマジでぴったりにしました、すごねえ、ということでね、花火上げてみましょうか、じゃあ退出、打ち上げ準備でいい、打ち上げぞ、あ、俺何も変えてないからプラン1しかないけど、俺この辺いじってないからな、何なんだろう、あ、ノー打ち上げですか、ノー打ち上げ、ほぼノー打ち上げでしたかね、できた、打ち上げてみますね、これ多分今これ全部同じやつかな、入ってるのって、そうだよね、いいですね、もう全然違うの、あ、打ち上げた、あ、全然わーい、花火のプランを変えてなかったな、キラキラしてる、あ、この後打ち上がる的な、打ち上がるんですよ、これってスクリーンショット撮れますかね、あー見えねー、今は撮れないけど今は撮れないけど、これでもマルチとかでやったらね、いろんなの組み合わせで花火大会とか超盛り上がると思うよ、みんなでできる、しかもなんか連打してくれるんだけど、ごめんね先生、すごい煽って見ちゃってもういいね、もうこれ、あやかちゃんに今私が変えたらとんでもなくとんでもないことになりますよ、ダメですよ、あやかに変えるのだけはやめてください下からあやかを見るのだけは、あ、そうですよね、いけない、いけないです、はやみちゃんに怒られるあ、ということね、こういう風にね、これマルチプレイで花火大会やったらめっちゃ綺麗なんじゃないの、これ、絶対綺麗な絵が撮れますよ、いろんな色とかの組み合わせもできるし、そうですよ、推しに花火を背負わせられると、ね、素敵な遊び方がまたできますけどもね、はい、ということで今回プレイしたもの以外にもイベントストーリーやさまざまなコンテンツが楽しめますので、ぜひ期間中に皆さんプレイしてみてください、うん、イベント花々式流年は2月12日土曜日、4時59分まで開催でございます、はい、またイベント3回発射の巡礼も開催中です、はいはい、稲妻にいるイオロイの依頼を受け、タヌキの吉報師を連れてモンドとリーウェイを旅する本イベントでは、イベント参加でイベント限定調度品
原石、大英雄の経験、添付育成素材、武器突破素材などの報酬を獲得できます。イベント3回発射の巡礼は2月14日月曜日、4時59分まで開催です。続いて開催中のイベント祈願のご紹介です。現在イベント祈願キャラクター隊員長氏とイベント祈願キャラクターに一族春巡を開催中です。はい、期間中隊員長氏では岩元素星5キャラクター勝利、一族春巡では、氷元素星5キャラクター関羽の出現率がアップします。また隊員長氏と一族春巡では、水元素星4キャラクター行明、雷元素星4キャラクター北斗、炎元素星4キャラクター炎飛が同時ピックアップされ出現確率がアップします。さらにイベント祈願武器神中府警も開催中です。期間中星5長江武器、破天の槍、星5弓、アモスの弓などの出現確率がアップします。イベント祈願隊員長氏一族春巡神中府警は2月15日火曜日15時59分まで開催でございます。以上、原神からのお知らせでした。お送りしてきました原神公式ラジオテイワット放送局、そろそろログアウトの時間になってしまいました。番組では旅人の皆様から原神をプレイしてみた感想、イベントやってみた報告、こんなコーナーをやってほしいというご要望、各コーナー宛てなど原神に関するメッセージをお待ちしております。番組ページのメール投稿フォームをご利用ください。またツイッターでハッシュタグテイワット放送局でぜひ番組の感想の方もつぶやいてみてください。さらにですね、メールを読まれた全ての方にですねオリジナルステッカーを差し上げますので、ぜひ投稿の方をお待ちしております。この番組は毎週火曜日配信の番組となっております。次回は古賀さんも駆けつけてくださる予定でございます。そしてゲストは引き続き主人公蛍役の結城葵さんとなります。お邪魔します。ということで結城さん、第11回目の放送でゲストで来てくださいましたけれども、いかがでしたか？いや、めちゃめちゃ楽しかったです。なんか私実はあのアビサルビショップ人と倒すの初めてだったので。俺もですよそうでしたね。だって触れないんだもんそうでした、そうでございます。ございました。なんかっていうのもあって、うん、あのやっぱこう誰かと遊ぶのね、だんだん突然のらけ突然落下事故ありましたけどねいや違う、普段はあそこに着地して準備を整えてから行くんですけどもね。そうですよね。ちょっと、まあ、今回事故りましたけれどもね、うん、いやでもそれだけね、こうこの原神のゲームのマップがすごくよくできてるってことが見入ってしまったりとかありますからね。すごい楽しかったです。あとなんか綺麗な景色の紹介とかできて楽しかったです。これ塩化の宮の景色は壮観でしたね。いいんですよ。でもそれぞれのにちょっといろいろいいところ、うん、あのココミちゃんがいるところもすっごい素敵で、どこで撮ってもあそこ映えるんで、いいですね。そうとかもね、ちょっとね、いつかまた皆さんと語れたら。いや、そんな話も来週またたっぷりお聞きしますから。そうだ、古賀ちゃんも来るし、はい、そうなんですよ。来週もね、あの皆さん楽しみにお聞きいただければと思います、うん、ということで今回はこの辺りでお別れです。ここまでのお相手は原神勝利の CV 前野智明と、そして主人公ホタルの CV 結城葵でした。バイバイ。この番組はみほよの提供でお送りしました。